はいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークですえー、10月の8日金曜日ですね、えー、ローマ人への手紙8章31から39です、えー、この辺ローマの8章後半はすごいあれですね,こうねよく覚えてる有名な箇所が多いんですけども例えば昨日の昨日どこもねあまり昨日さらってやりましたけども8章の 28課神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ね、これ有名な一番有名って言ってもいいかもしれないですね。あのー、ユースの子たちなんかでもこのね,全て,を益とね全てが働いて益となると、えー、ですけども今日はそのあとこの話の後のの31からで31はこれ私のね、えー、一つの,このテーマセイクというかね ででもあるんですけどもどんなことを書いてあるかと言いますと「ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか」「神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう」シンプル。ねえいろんなこといろんな特典あるんですけども神様が味方だったらもう無敵じゃんっていうそういうところでこれ私タスマニアにいるときにこの言葉をこうなんとかなすごくこう単純ですのでえ持ってというかねまあの大事な。 言葉です。英語で言えます。If God is for us, who can be against us? ね、これは英語。こっちは覚えたね、英語で。私はすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された方がどうして御ごとともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるんですか。神が義と認めてくださるのです。誰がこれでこうどうして誰が誰がって言うんで、どうもう畳みかけるようにあのこのパウロがね言っています。 誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の手につきしかも私たちのために取りなしていてくださるのです誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか,ですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですかこう書かれていますあなたのために私たちは休みなく殺されほふられる羊とみなされていますしかし これら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと」とここ、ね「私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません」ということで「 あの力強い箇所です、えー、ローマ史始まってね最初ラブレーターから始まってでもその後なんかちょっと雲行きが怪しくなって罪お前らね罪があると違法人も罪があるユダヤ人も罪がある私もダメだとで立法による儀じゃなくて信仰だというふうになんかちょっとこう説教、まあ、説教なんですけどもあの怒られてる感があったんですけどもここに来てこのねすごい励ましの。 えものになってきましたその理由がねあの発祥子供私たちは子どもであるという、えー、ことだったんですけどもだとしたら今日のとこねだとしたら神が私たちの側についてるんだったら私たち、ね、誰が私たちに敵対できるでしょうか、ね、これも一種のあれかなあのディアトリベかなどうしてね見事ともに全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかいやあるでしょうと。 で神に選ばれた私た私ちを訴える訴えるというのはねこれサタンってもともと訴えるっていう告発者って意味があるんですけども誰かこれサタンをね暗示してると思うんですけども、ね、このディエトリベですよね「私たちを訴える人がいるでしょうか」いやいねえでしょう「神が義と認めてくださるんだから」と。で私たちを罪ありとする奴がいるのかどうかいやいないでしょうと。 あのー、キリストが私たちのために取りなしてくださってるんだからそんなことねえよとえー、キリストの愛から引き離す者がいるでしょうかといねえよと、ね、苦難だろうが苦悩だろうが迫害だろうが上だろうが裸だろうが危険だろうが剣だろうが私たちを愛してくださった方によって私たちはもうすでに圧倒的な勝利者ですというふうにただそれ大事なことは38私はこう確信しています私が確信しないと ちょっとね難しい、えー、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんということでまあねあのー、8-31私はのタスマニアオーストラリアでクリスチャンになったんですけども日本にいよいよ帰ってくる時にやっぱ不安だったんですね。あのー、日本のことよく分かってましたのでクリスチャン少ないと。ね なんかそのちょっといろいろこうあんまり自信も昨日ありましたけどもその自信をねこうその頃からあの言ってて何十年以内に関東大震災起こりとかってたんでそれでこうタスマニアに私逃げ,た逃げたっていうかねあのそれも理由の一つだったんですけどもま帰ってくる時にはそれよりもやっぱりクリスチャンがいなくてで子どもたちの学校行ってもねそういうクリスチャンは少ないでしょうし果たしてやっていけるんだろうかというかね タスマニアのオーストラリアには神様いますけどクリスチャンもねいっぱいで神様がそこで本当に感じられるんだけども日本に行ったら神様のことを感じられないんじゃないかっていうそういう恐れや不安もあったんですけどもその時にこの言葉「if God is for us who can be against us」と、ねえー、言葉が与えられてでちょうどねクリスチャン向こうのクリスチャンブックショップでこんなでかいねもっとでかいこのぐらい高いあの何か ポスターみたいなものがあって、買ったんですよ。で、それを、で、それってこう、畳めないのね、な、なぜか畳めなくて、このまま、そのまま、こう、なんかに、こう、紙、硬い紙かなんかに入れて、もうあれですよ、あのー、戦国武将の旗みたいな感じでね、こう、いうことです。かっこいいじゃないですか。で、行ったんだけども、それをこう思って、 外戦帰国みたいな感じね、日本に帰って途中でちょっとね、えー、のームスリムっぽい人たちの集団がいて、あのー、ちょっと微妙な空気が流れましたけどもでもまあそんな感じで、ね、日本に来たと、えー。それからずっと私、あのー、暗証政府苦手でして、えー、聖書全体的に全体こう把握するのは 一つを取り出してっていうのはまあまあ好きでねこれはねと覚えてしかも英語で「ifgo to for us who can be against us」とねロムマ章祥31か。ということでそういう力強い言葉がここにあります。ということで明日からね呼ぶ気なんだけども実は呼ぶ気これね今日のとこ読んであっ呼ぶ気にこれつながるの結構。 い,い,なというか、ね、つながりあるなっていうふうに私は思ったんですけどもそんなねこれヒントです呼ぶ木を読む時のヒントあのー、ねローマ書、えー、ということでまた、えー、明日から呼ぶ木の通読が始まりますそれではまたごきげんよう。